長年のキャリアの中で磨き上げたスキルや人脈を生かすなら BYM のエグゼパート、企業顧問としての活躍をサポートいたします。詳しくは概要欄からご覧ください。はい、20チャンネル井田です。今日はですね、中目黒ら辺のですね住宅街に今来てるんですけど、フリーランスとしてですね活躍してる金田さんという方の家に行ってみたいと思います。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。あ、お願いします。これはゴルフですかね。そうですね。カレさんはゴルフを結構やるんですか。ゴルフ頑張ってます。全然下手ですけど。こちらなんですか。寝室ですね。すごい綺麗にされてますね。こっちが洗面だったりとか。トイレとバスが一緒になってる感じですかね。こっちがお風呂でみたいな感じですね。はいはいはい。こちらの廊下を行くと、こっちがリビングとか仕事みたいな。おー、リビング自体は何平米ぐらいなんですか。家全体が50ちょっとぐらい。ここは12畳ぐらいだったら今。ここ52平米ぐらいで、家賃はいくらぐらいなんですか。これ25万です。おー、はい、すごいいい家ですね。一人で暮らすべきなので申し分ない。ちなみに引っ越すご予定はあるんですか。引っ越そうかなと思ってたんですけど、また独立するので、一旦金は貯めておこうみたいな。ある程度家賃高いとこ引っ越すと、3桁単位でかかってくるので、確かに確かに、一旦ちょっとステイしました。はいはい。はい、本がすごいたくさんありますね。本は読みますね。物理的な本買わなくなったんですけど、それでもやっぱり毎週何かしら買ってます、ね。漫画からビジネス書、小説まで、はい、幅広く読んでるんですね。そうですね。で、ここが仕事場ですか。ここそうですね。すっきりされてますね。ミニマリストじゃないですけど、すっきりさせたい方ですね。冷蔵庫いいですか。冷蔵庫いいっすよ。ほんと、何も入ってないです。マスカットめっちゃ入ってるじゃないですか。これは実家から最近送られてきました。はい、実家なんかマスカットかなんか栽培してるんですか。実家の周りの農家さんがくれるらしい。実家はなんか農家を経営してるとか。おじいちゃんおばあちゃんは農業やってましたね。両親も趣味でやってるぐらい。ちなみにどこさんのマスカットなんですか。僕鳥取なんで。あ、なるほど。シャインマスカットですか。シャインマスカット。おー、東京で食べると結構値が張りそう。そうですね。お、ロックアイス1個という。お酒とかなんか常備してる感じじゃないんですか。お酒はこれぐらい1本あるかなぐらいですね。こちらもいいですか。あ、いいですよ。このコーヒーってなんかスタートアップかなんかやってるやつじゃないですか。これの広告携わってたんで。ああ、そうなんですね。これは何の棚ですか。ゴミ箱というか。なるほど。ペットボトルとか缶とか。へえ、すごい。なんかあんまりゴミ箱感がないからいいですね。金田さん、簡単に自己紹介していただけますか。金田修平と申しまして、まあ、今33歳なんですけど、もともと2014年から社会人になって働いてたんですけど、最初は現会社に1年間いまして、うん、その後はずっと同じ業界にいるんですけど、広告の業界に入って、まあ、最初はベンチャー企業立ち上げて1、2年とかぐらいの会社に思い切って飛び込んで、そこも1年弱ぐらいで辞めちゃったんですけど、はいはい、その後にサイバーエージェントっていうアベマとかのある会社にまあ転職しまして、まずグループ会社から始まったんですけど、それが2016年の時で、そこから4年半ぐらい在籍して、はい、ずっと広告の仕事をやりました、うん、ちょうど3年前ぐらいの夏に独立して、その後の自分で法人とか作ってみたいな感じですね。独立してからがちょうど丸3年で、ちょうど4年目に入ったみたいな感じなんですけど、はい、うん、個人事業主的な感じでやっていつつ、はい、別の会社にちょっと誘われたのもあって、うん、会社員にもう一回なるっていうことをしたんですね。珍しいですよね。そこはちょっと僕の中でも意識的にやったというか、戦略的にキャリアを作っていこうかなっていうことで、その決断をしたのが2022年の始まりぐらい。はい、なので2年弱ぐらい二足のわらじですね、うん、自分の法人と会社員としてのキャリアっていう9割ぐらいはその会社で、うんうん、一応事業責任者をやらせてもらってたんで、それも今年の9月で退職して自分の法人1本になったっていうのが直近の、はい、ああ、そうなんですね。金田さんは東大でしたっけ、はい、そうですね、大学は文科三類に入って文学部の心理学を専攻して卒業したって感じです。ここからなんか大手保険会社っていうのもどうですか。周りからしたら珍しいキャリアですか。それはいなくもないかなって感じですかね、うんうん、その時点では割と普通のルートにはいた気がします。で、そっからですよね。超大手保険会社じゃないですか、はい、そっから名もないベンチャーによく転職しましたよね、うん、当時だからこそできたところはあると思うんですけど、ちょうど1年で辞めたんで別に収入もそんな上がってないし、うん、昇格してるとかでもないし、うんうん、比較的捨てるものがない状態だったのでやりやすかったんですけど、はいはいはい、勇気はいるっちゃいりましたね、うん、全く未経験の領域に、しかもベンチャーでどうなるかわからないような
こに行くので。それはなんで創業間もない会社、もうある程度立ち上がってこうステージが、はい、まあ、中盤ぐらいのところとかもあるわけじゃないですか、はい、なぜそんな創業間もない会社に。そうですね、本当に若気の至りというところはあるんですけど、1社目で働いている中でちょっと物足りなさがすごく募ってきたのと、将来的にこのままやっていっていいのかなみたいな不安がすごく大きかったんで、はいはいはい、それこそいろんな本とか買って読むようになったんですよ、その中でこれからは個人が実力つけていく時代だとか、あとはベンチャー企業で頑張ってる人の話とかいろいろ聞いたりとかして、自分の実力で生きていけるようになりたいなとか、ベンチャーこそ最速で成長できる環境だみたいな、にわかベンチャー志望になったっていうところがあって、それで思い切ってベンチャーかつ今のデジタルの領域みたいな選んで飛び込んだって感じですね。実際どうでした？最初はそれこそ意気揚々と仕事を取り組んだんですけど、結論から言うと挫折はしました。お、具体的にはまず用語とかすごく分かんないこともあったりしたので、このキャッチアップが結構時間かかったのと、あとはとにかく忙しくて仕事詰め込んでやりまくろうと思って言ってたので、体調崩しちゃったりとかもしたりとか、育成環境とかもあまりなかったはなかった、ベンチャーに飛び込んだはいいものの、このまま行くのは危ないんじゃないかなっていうのもあって、もうちょっと本当に整ったところというか、ベテランの方とかもいらっしゃって聞けるとか、方がいいんじゃないかなと思って転職したって感じですね。本当にホヤホヤのベンチャーはちょっとおすすめしないって感じですか？いきなり飛び込むとリスクがあることはあるかなとは思いますね。それがハマる人もいるでしょうし、勉強とか着実に頑張ってきたみたいな人とかだと、ある程度教育環境整ってる方が飛びやすいかもしれないですね。できたてホヤホヤのベンチャーから形が整ったようなベンチャーにその後転職したって感じなんですか？そこが幸いにもサイバーエージェントグループっていうウェブの広告業界がナンバーワンだったに入ることができて、本当に社内のナレッジとかも豊富にありますし、詳しい人もいっぱいいますしというところで、本当に運良くというか、そういう環境に身を置けて、まあ、そこで思いっきり5年弱ぐらいは入ってた感じですね。金田さんの中ではそこのキャリアが一番力ついたみたいな感じですか？そうですね、グループ会社に2年ぐらいいて、その後本体の方で2年ぐらいいたんですけど、どっちも素晴らしい成長をしていく時間でしたね。どっちに行ってもすごくいいと思いますけど。その後なぜ独立しようと思ったんですか？はい、いくつか理由はあるんですけど、個人でどこまで評価してもらえるのか試してみたいっていう挑戦心みたいなのが一番大きかった。収入とかもどこまで上げれるんだろうとか、お客さんもどこまで開拓したりとか継続してくださるんだろうとか、大きい看板の下でやってたので、それ外した時にどうなるかを見てみたいなと思ったっていうのは一つありますし、会社の中でのキャリアっていうのも見えづらいところはあったというか、サイバー新卒文化が強いところはあるので、そこの中で自分のキャリアステップを描いていけるかっていう、そうでなかったのは一つあるかなとは思います。だから自分で切り開かないといけないなと思って、リスクも背負ってやってみるかっていう感じでした。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介、詳しくは概要欄をチェック。それで独立されたっていうところですが、どういった事業をやってるのか、ちょっともうちょっと具体的に教えていただけますか？独立当初はもともと広告の運用とかずっとやっていたので、広告運用の事業が中心でしたね。その後、事業責任者として広告を中心とした事業だったんですけど、その事業の立ち上げとかゼロから立ち上げるみたいなところをやらせてもらったので、その経験をした後はマーケティングの上流から戦略を考えるとか、組織をどう作っていけばいいのかみたいな、組織戦略と一緒に考えてくれみたいなとかももらえるようになったりとかして、現場の広告運用っていう仕事から上流まで自分のできることが広がっていったかなっていうのが直近の変化ですね。それやっぱ広告運用してくクライアントと仲良くなったり、もちろん金谷さんのパフォーマンスがこう評価されたから、その先の話もこういただくことになったんですかね？そういうことも多いですね。同じお客様の中で領域を広げさせていただくっていうこともありましたし、ここでなんかある程度評価いただいて紹介してもらうとかもあったりもしますし、その評判を聞いてうちもお願いしますっていう感じでご予約買ったりとかはしましたね。未知の領域だったわけじゃないですか、組織戦略とか、その辺はどういうふうにキャッチアップされてアウトプットしたんですか？まず自分で徹底的に勉強はしましたね。関連の書籍を買ったりとか、そういう動画を見たりとかで、まずインプットして、それを自分の組織だったりとか現場でやってみる、アウトプットして実際想定とどう乖離してくるのかとか見ながら徐々にチューニングしていって覚えていったって感じですね。そういった中で失敗とかそういうのはあったりしましたか？比較的
幸運にも事業の立ち上げっていうところで言うとすごく順調に伸びて、2期目で年商10億ぐらいの事業まで上がったので、おおむね順調でした。そうだったんですね。どうしてもやっぱり属人的になっちゃうというか、特定の人間に負担が偏りやすいような状況にはどうしてもなってしまったのはあったので、そこは課題といえば課題かもしれないですね。サイバーの時代と比べて仕事量とか増えました、はい、活動量自体はトントンかサイバーの方が多かったかなぐらいですかね。ただどうしても負担がどっちが大きいかっていうと今の方がプレッシャーがやっぱりあるというか、あーなるほど、サイバーの時だと決められたことをやってればいいというか、やることが明確だったりはしたので話せばよかったんですけど、今どう事業伸ばしていこうかとか正解がない中で、自分がやればいいんじゃなくてそのメンバーにやってもらわないといけないとか、メンバーのモチベーションをどう維持して上げていこうだったりとかっていう、自分が動けばいいわけじゃないようなところ仕事はすることになったので、そういう意味でのプレッシャーだったりとかはいい意味で上がりました。自分の組織を運営していく上で組織を崩壊したとかも立ち上げ当初とかで結構話は聞くんですけど、そういった苦労とかはありました？そこは幸いにも崩壊はなかったですね。順調に伸びてきたしメンバーもついてきてくれたし組織も拡大していってって感じでした、ね、本当順調な独立人生を今歩まれてたっていうところなんですね。比較的、まあ、あえて悩んだタイミングというか挙げるとすれば、人事運営的に働いてた時に目標を見失ってしまって、ある程度収入も上がってきて暮らしの不安とかなくなってきたんですけど、これから何目指そうかとか、このままこういう仕事やってていいのかっていうのはすごく悩んで、その悩みがあったのが会社員として働く選択をした理由ではあります。広告運用と組織戦略のところがメインとしてあったけど、そのままの仕事でいいのかみたいな、組織的なことをやってなかったので、運用のプレイヤーをほぼほぼやってた。それだとちょっと AI の台頭とかもありましたし、運用の仕事どこまであるんだろうみたいな、自分の中でマンネリ化してきた部分もあったので、なるほど、かもしないといけないというか課題意識はありました。この意識がある中で知り合いの方から事業責任者のポジションどうみたいな感じでお誘いあったんですか？ご縁をいただいて、そもそも社長とは飲み仲間だったりとか、プライベートの付き合いが最初だったんですけど、いろんな話を続けていくうちに、最近こういうこと悩んでるんですよねみたいな、うち広告事業伸ばしたいから責任者やってくれないかみたいな感じで声をかけたり、それをじゃあ1年半やって、でコミットする前に抱えていた課題と、その辺はちょっと解決されたようなこととかあったりしたんですか？めちゃくちゃいい選択だったなっていう、あ、そうなんですね。本当に見事に自分の抱えてた課題感に対して、まあ、いいきっかけになって、その課題を克服できたなっていう。ああ、そうなんですか。事業を作って組織を伸ばしていくみたいな経験をさせてもらいましたし、実績もついてきたし、自分が想像していた以上にいい選択だったり経験になったなっていう感じですね。これまでのお話聞いてると、今まではフリーで広告運用の、まあ、プレイヤーとしてやってて、事業責任者になって広告事業のところを伸ばしていき、そこの組織作りっていうことだったと思うんですけど、やってることでもちろんプレイヤーもやりつつも組織をまとめるっていうところなので、大きくすごい領域が広がったとか業界が変わったとかっていうわけでもないのかなって今なんか聞いてる中で思ったんですけど、ガラッと広がったっていうのはどんな感じで広がったのか、ちょっともうちょっと教えてもらえますか？戦う相手が変わったっていうのは一つあって、でフリーランス同士で戦っていればよかったようなところから、企業対企業で戦わないといけない、名のある代理店さんと戦っていかないといけないっていう状況になったので、ある程度実績があるとか信頼がある代理店さんにどう勝っていかなきゃいけないかとかを考えないといけなかったので、そういう意味で自分たちの武器を磨き上げないといけないとか、自分たち独自の強みを作っていかないといけないみたいなところだったので、考える枠組みが変わったっていうのはあります。なるほど。個人でやれればいいではなかったので、それとところで仕組み化を考えたりとか、やらなきゃいけない、考えなきゃいけないことのスケールも幅も全然変わりました、で、その経験を踏まえて今後はなんかどうしていこうと思ってるんですか？今後はですね、自分の会社にまたフルコミットしようっていう形で、メンバーも何人か抱えて、会社としてやっていこうって感じなんですね、自分がトップとして。なるほど。まず、広告事業、運用だったりとかの広告の代理事業みたいな、支援事業みたいなところはやっぱり強みとしてあるので、もともとここがしっかり自分たちの会社の支えてくれるものになるので、そこをまず全力で伸ばしていますと。で、あともう一つ自分でまた独立しようと思ったきっかけの一つが、ある程度自分たちが繰り上げてきた仕事のフローだったりとか、仕事のやり方みたいなところが価値のあるものだなっていう手応えを感じ、お客様からも評価いただいて
ただけるし、うん、まあ、しっかり効果につながるし、うん、再現性もあるしみたいなところ、うん、自分が作ってきたものを自分たちが担当しているお客様にしか提供できなかったのがあったんですけど、うん、世の中全般に広げて行った方がいいんじゃないかっていう意識がすごく強くなってきて、スクール事業みたいなのも作りたいと思っているという感じです。あ、なるほど。この考えは事業責任者のポジションをやってみないとやっぱり生まれなかったですか？そうですね。昔は全くこういう資料を作ったりとか、うん、そんな好きじゃなかったんですよね。事業責任者やっていく中で自分のノウハウとかを伝えていかないといけない、言語化していかないといけない、めちゃくちゃ資料を作るようになったんですけど、それがすごくブレイクスルーになったというか、しっかり体系化して人に伝えれて人ができるようになるっていうところが手応えがあったので、はいはい、それをもうちょっと世の中に届けていきたいなとは思ってますね。会社でしかできないこともありますもんね。今後独立とかでフリーランスとして道を歩んだけど、はい、マンネリ化とか課題を感じてる人は一時的でもいいんで、会社員の道も見てみてはどうですかっていうのはおすすめですか？めちゃくちゃおすすめです。あ、人生の中でいくつかフェーズを分けてもいいと思うので、自分の実力とか実績を貯める時期とか一旦置いて、はいはいはい、っていう時期と、それを使って自分の趣味とか思いっきり伸ばす時期繰り返していくといいんじゃないかなっていうような感覚があります。他のフリーランスの人とか経営者からもそういった経験だってあんまり聞かなかったので、すごい今日は貴重なお話を聞きました。ありがとうございます。ちなみに年収とか売上のところのお話を聞きたいなと思うんですけど、はい、コミットする前は大体どれぐらいだったんですか？月に3、400とかが、はい、最終的にアベレージだったかな。なんか会社員の頃になって、でそれがどのぐらいになったんですか？150から200ぐらいを自分の法人はキープはして、はいはい、あとまあ会社員が100弱とかっていう感じ、総額としては上がってはいる感じでしたね。全然暮らせるというか、普通に一般的な人からしたらまあ高い水準だと思うんですけど、ここから自分たちの法人をもう年商何億、数億、10億みたいな感じで伸ばしていく感じですか？10月が本当に再スタートみたいな感じなんですけど、おかげさまですごく伸びて100とか1000とかが見えてくるような、はい、っていう水準にはなりそうですね。すごいですね、うんうん、すごく大きいお客さんを担当させてもらえるようになったりとか、シンプルに単価が上がったりとか、はい、そういうご経験あるんだったらそれぐらいぜひお願いしたいですみたいな、もともと僕が独立して受けれる単価と今の単価だとちょっとやっぱ違うところがあります、ね。この2年でいい感じで切羽ってきたかなっていう感じします。今の聞くと本当に一旦しゃがむみたいな期間がすごいいいのかなと思いました、うん、ということで以上、金田さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。